審判はネタを作らず体を作ってるでおなじみのお笑い芸人小林アナです。いやーやってきましたね、新番ですよ、特番ですよ私がありがとうございますね。木梨さんのゆうたろうさん、そして桃花さん、お疲れ様です。いやもっと私としては振りがなんか来るのかなと思ったら意外とあ、いらないって言ったのね。あ、そうですか。なんかゆうたろうさんからもうちょっとこうなんか振りみたいなの来るのかなと思ってワクワクしてたんですけど、あっさりしてたからちょっと悲しかったなっていうところですけどね。まあ特番ですからね。ということで、あの先週に引き続きこの時間帯にこのナック5の銀座スタジオにいるというのがすごい不思議でして、あのまあもともとちょっとこう経歴を話すと、そうですね、だってこう4月1日ですからちょっと引っ越しされたりとか新しくこのナック5聞いてくれてるよっていう方もいらっしゃると思いますので、簡単に言いますと、まあ今 FM ナック5で、深夜の番組で喋ってるんですけど、もともとはこの、銀座スタジオで、鬼玉という番組から私スタートしまして、でそれがちょうどこの20時から23時という時間帯で、夜の8時からですね、一人喋りをここでラジオ人生が、私のラジオ人生でいいのかな、始まったんですよね。パーソナリティ人生が始まったわけですよ。だからなんかすごい感慨深いというか、このスタジオで一人で喋ってるっていうのがものすごい久々だから、なんか感慨深いですね。泣かないよ、あの聞きましたよ、そのザソウルね、あの先週、あ昨日で終わりになったザソウルですけど、で先週の木曜日が最後っていうことで、まあ藤井ペイジさん、岡田沙織ちゃんのところにお邪魔したんですけど私だけ泣いて、で今週ですよね、月火水ってありまして、聞いたら誰も泣いてないと昨日の最終回も誰も泣いてないでしょ。で結局ザ・ソウルの終わりで誰が泣いたかって私だけなんですよねだってソウルに関してはほぼ関わりを持ってないんですけどなんでしょうね、なんか涙もろくなってきちゃって、だんだん、年齢ですかね、今年でもう40になるんですけど、ここに来てだから喋り出したのが28とかだよね、28、9ですから、もうナック5さんにも10年ぐらいはお世話になってるんですよね。本当にね、紆余曲折ありまして、まあクビになった番組もあれば、クビになりそうな番組もあったし結局深夜に行って喋ってるんですけど、今こうしてここで喋ってるというまた不思議、感慨深い本当に、そうだ。で私はですね、深夜ってさっきから言ってますけど、月曜日の深夜1時から5時まで毎週喋ってるんですけれども、ラジオのアナ、ラジアナ小林アナのアゲアゲマンデーで月曜日担当です。まあ、月目で各パーソナリティが違うんですけれども、私は月曜日担当で毎週深夜喋らせていただいております。はい、まあ、ちょっとこの4月に入ってからいろいろとね、新しくなった番組とか、あと時間がこう移動した番組とかたくさんありまして、今日はじゃあ私があのナック5の顔としてということでいいですか、ナック5の顔として喋らせていただくということでよろしいでしょうか。ありがとうございます何それなんか変身したの、何これ、何今のやつ楽しいですね。あのしかもこの今日のスタッフのメンツもその鬼玉時代と一緒っていうこともあって、ものすごいこう古巣に帰ってきたっていうワクワク感
かねあるんですよ。だから安心しきって今日私滑ってもいいやっていう気持ちで来てますから。もう全部これも高島 D に委ねて私来てますから。よろしくお願いします。今日は3時間ですからね、バシバシとご紹介していきますよ。ということでまずはメッセージ募集しますからね、今夜のメッセージテーマいきましょう。新しくなりました。例えば就職が決まったので一人暮らしを始めましたとか、ダイエットに成功したので新しい洋服を買いましたね。まさにこれです。私マジマジこれ今ね、その私一応まあお笑い芸人ってやってるんですけど、ちょっと R1 ってピン芸人の大会も芸歴10年以上は出られなくなったんじゃないですか。で私なんやかんやもう13年目になりまして R1 出られないんですよ。で目指すものがなくなってどうしようってなった時に、ベストボディジャパンのチャンピオンを目指そうっていうことになって、違うチャンピオンを今目指してるんですけど、だから全然ネタ作ってなくて体を作ってるでおなじみなんですねっていう頭に言ったんですけど、でここ8ヶ月で8キロかな痩せて、で体脂肪も今 20% 切ったぐらいになりまして、洋服がね全然変わっちゃったんですよ。本当に今まで M か L で迷ってたのが今 S サイズぐらいになりまして、もうこれ自慢なんですけど、本当にそれで、ね、すごい私の中で今まさにこれです。ダイエットに成功したので新しい洋服を買いましたっていうぴったりですね。これだから新しく男が新しくなりましたとかそういうことじゃないですよね。何でも OK っていうことですから、はい。あなたが新しく手に入れたものや新しく出会った人、環境など、新しくなったもの、新しく始めたことなどをじゃんじゃん送ってきてください。メッセージは NAC5 のホームページ内にある新バーンのホームページから、新バーンのページからメッセージを送るのボタンを押して送ってきてください。メッセージを送ってくれた方、ごめんなさい口が全然回ってない。メッセージを送ってくれた方の中から抽選で3名様に NAC5オリジナルリングノート、エコバッグ、そして私小林アナのサイン付き NAC5 ステッカーをセットにしてプレゼントいたします。では行きましょうか。 NAC5 スペシャル新版、まずはこの番組からスタートです。 NAC5 スペシャル新版。新版をお聞きの皆さん、小林アナさんこんばんは。ビートークギターボーカル巨匠こと寺中智正です。この度毎週土曜日夜10時から新番組巨匠大陸を担当させていただくことになりました。よろしくお願いします。この番組はですね、徹底的に自分磨きをしていきたいと思います。小林アナさん、噂に聞くに最近かなり自分を磨かれてるということなんですけども、もうナイスバディになられたということで、ちなみに今何点ですか、その体は。すいません、失礼なこと聞いてしまってすいません、逃げます。以上キートークの寺中智正でした。ごめんなさい。キートークの寺中智正さん、ありがとうございました。いきなり来ましたね。何点今。今はね、85点かな。どうなのこれ、割と高いのかな。ちょっと高めですね、自己評価。そうですね、もうちょい絞りたいっていう感じでだいぶ仕上がってまいりましたけれども、ありがとうございます寺中さん。寺中さんがこの番組で行うのが自分磨き、ゲストからの自分磨きの秘訣、リスナーのあなたから自分磨きに関するメッセージを紹介するなど、とことん前向きな30分ということですね。いいですね。そのうち私も出たいな、ここ自分磨き語りたいな、一緒に寺中さん。キートーク寺中さんがパーソナリティを務める番組巨匠大陸は毎週土曜日午後10時から10時30分です。さあ続いて時間移動した番組を2つご紹介します。土曜日朝5時40分からは埼玉県の魅力を再発見するディスカバー彩の国、日曜日の朝から土曜日の朝にお引っ越しということですね。埼玉市出身のパーソナリティ安井博之くん
か埼玉県内の注目されそうなホットな地域情報魅力を紹介していきます。続いて土曜日午後11時から12時は武秀樹さんの J-POP トーキン、音楽評論家武秀樹さんが聞き出すアーティストの本音のインタビュー、 J-POP 界の裏話など音楽ファンなら聞き逃せない魅力満載な番組です。新コーナーもスタートするようです。4月3日の放送は斉藤和義さんのロングインタビュー後編です。お楽しみに。ラックファイブスペシャル新版、小林アナがお送りしているラックファイブスペシャル新版、続いては新番組情報です。ラックファイブ平日の夜、月曜日から木曜日午後8時から11時はファブ4、ね、パーソナリティは月曜日がバカボン鬼塚さん、お兄ちゃんお兄ちゃんなんですねこれ、私と犬猿の仲犬猿ではないです別に勝手に怒られただけです私が、火曜日ジョイさん、水曜日小坂大魔王さん、木曜日花輪さん、アシスタントは月曜水曜が松本ありささん、火曜木曜がゆいさんですね。素晴らしい4人を意味し、ビートルズの愛称にもなっているファブ4、ファブ4のファブはお気に入りやいいねを表すフェイバリットのスラングなんですね。パーソナリティの大人4人が好きなこと、面白いことをテーマに好き勝手にトークしちゃいます。ではここで火曜日を担当するジョイさんからコメントが届いているのでお聞きください。ラックファイブスペシャル新版、ラックファイブスペシャル新版をお聞きの皆さん、小林アナさんこんばんは、ジョイです、私ジョイ4月からですねパブ4の火曜日の8時から11時を担当することになりました、めちゃくちゃ気合い入れて頑張りたいと思います。ただ僕以上にね気合が入ってるのは、実は僕のマネージャーがね、埼玉の浦和出身なので、こうナックファイブ大好きということでね、僕以上に気合が入っております、まあ、マネージャーに負けないようにね気合入れて頑張っていきたいと思います。はい、まあ番組自体ですね、まだ詳細僕ねそこまでしっかり聞き込んでないんでね、よく分かってない状態なんですけれども、もう本番前までにはね、しっかりと理解して、最高のテンションで臨みたいと思います。伝説になります。ジョイでした。ジョイさんありがとうございました。伝説になりますって急にちょっといいですね、楽しみですね、どうなるのか。はい、で、アシスタントはゆいさんということで、お二人がどんなトークを繰り広げるのか、ぜひぜひチェックしてください。新番組ファブ4初回のスタートが4月5日月曜日午後8時からです。ジョイさんの1回目は4月6日火曜日です。私アナがお送りしているラックファイブスペシャル新版では、メッセージご紹介していきましょう。たくさん来てます、ありがとうございます。今日のメッセージテーマは新しくなりましたでございます。では行きましょう、ラジオネームことこと、アナちゃんこんばんは。私は先月小学校を卒業して、今月から中学生になります。校舎も先生も友達も変わり、全てが新しい環境でドキドキですが、制服も届いて本当に楽しみです。今の悩みは何の部活に入るかです。私は吹奏楽部かテニス部かバドミントン部に入りたいと思って悩んでいます。アナちゃんは中学生の時は何部に入っていましたか、参考にしたいです。幅広いね、吹奏楽かテニスかバドミントン。そうか、私はね、中学の時は剣道部だったんですよね。そうなんですよ、もともと三つ目のお姉ちゃんがいるんですけど、お姉ちゃんも剣道部入ってて、まあ、ちょっと真似して入ったんですけど、もうね長野県なんでね、私長野出身、長野の佐久というとても寒い地域なんですよ。だから朝練なんか地獄よ本当に足凍るから、マジで。でもやんなきゃいけないからっつって頑張ってやってたんですけど、で寒すぎて終わって、教室のこうヒーターの前でね足をかざしてたんですよ。でずっとなんか足温まんないな、ジンジンしてんなと思って、
でもずっとそれが放課後まで続いてたから、なんかおかしいなと思って足の裏見たら水ぶくれ足の裏全部水ぶくれだ、低温やけどしたんです。もう感覚がもうなさすぎて、温めてたからもう気づかなくてっていうぐらいで、っていう思い出がありますけどね。はい、ことことちゃん楽しみですね。中学校も楽しんでください、メッセージは NAC5 のホームページ内にある新版のページからメッセージを送るのボタンを押して送ってきてください。メッセージを送ってくれた方の中から抽選で3名様に NAC5 オリジナルリングノート、エコバッグ、そして私小林アナのサイン付き NAC5 ステッカーをセットにしてプレゼントいたします。たくさんのメッセージお待ちしています。トラフィック、ジャティック九段センターの村山さん、お願いします。はい、圏央道が工事のため通行止めになっています。圏央道は工事のため高崎インターと大栄ジャンクションの間が明日の朝5時まで両方向とも通行止めになっています。東名高速道路や中央道をはじめとした関東地方の高速道路の車の流れが順調です。首都高速道路の状況です。三郷線の下りは小菅ジャンクションで工事が行われているため1キロの渋滞です。都心環状線の外回りは芝公園で工事のため2キロ渋滞しています。この他の首都高速道路の各路線に渋滞しているところはありません。都心環状線は工事のため外回りの芝公園入り口が明日の朝6時まで利用できなくなっています。一般道路の状況です。埼玉県の国道254号線の上りは川越市落合橋で1キロの渋滞です。国道122号線の下りは埼玉市岩槻区加倉北で500メートル渋滞しています。千葉県の国道357号線の千葉市方面の東行きは浦安市東の1丁目で乗用車3台の事故のため2キロの渋滞です。都内の水戸街道の上りは葛飾区新宿2丁目で工事のため500メートル渋滞しています。日本道路交通情報センターの村山でした。村山さん、ありがとうございました。埼玉県警では高齢者の安全対策としてきらめきトリプル H 運動を実施しています。早めのライト点灯、反射材の着用、歩行者保護の3点を注意し交通事故を防ぎましょう。ここで一曲お送りします。半崎よし子でロゼットタンポポの歌。お送りした曲は半崎よし子でロゼットタンポポの歌です。半崎さんは日曜日朝5時から5時30分、半崎よし子半崎畑がスタートします。初回放送は4月4日日曜日です。ラックファイブスペシャル新版、小林アナがお送りしているナックファイブスペシャル新版。ナックファイブの今月から始まる新番組や時間移動した番組を紹介しています。さて、この時間は電話ゲストです。日曜日お昼12時55分から放送、サンデーライオンズのパーソナリティ三拍子の久保孝政さんです。もしもーし。もしもーし。久保さん、どうも、明けましておめでとうございます。三拍子の久保です。いやいや、遅いっす。え、久保さん、だいぶ経ってます。年明けてサンデーライオンズの正月です。ありがとうございます。あ、そういうことですか。ありがとうございます。そういう難しかったな。久保さん、元気ですか。元気ですよ。僕の事務所はですね、はい、今日芸人が副社長になりました。ありがとうございます。ブッチャーブラザーズのリッキーさんがね、はい、そうですね、私と久保さん、はい、あのサンミュージックで一緒なんですけれどもね、はい、そうですね、はい、久保さん同い年なんですよね。そうなんですよ。実は同じ56年なんですよね。はい、タッキーの翼世代ですよね。はい、そうです。そんな久保さん、はい、改めてではナックファイブの番組紹介いいですか。はい、ありがとうございます。はい、サンデーライオンズ、野球の季節にですね、はい、ナックファイブに訪れる春の使者ということでですね、うん、やっておりましてですね、はい、毎年サンデーライオンズをナックファイブの方でやらせていただいているということなんですけど、今回めでたく私が就任して3年目ということになっております。やりました。
ども、はい、ナックファイブですか、埼玉西武ライオンズに寄った応援の放送をさせていただくという放送になっております。うん、もう今回もですね、実況はお二人、加藤行さんとですね、はい、小笠原誠さんという二人のね、とにかく電車が好きな人とボケるのが大好きなアナウンサー二人とですね、どんな紹介ですかこれ。そうなんですか。もうちょっとあるでしょなんか。あと佐藤環奈というですね、はいはい、すっとボケた野郎と一緒にやってますんで。いや雑だな急に。久保さん。もう本当に佐藤環奈はですね、はい、ライオンズのことが好きでですね、うん、始めた当初は本当に何もそんなに知らなかったんですけど、もう私を超えてきました。あ、そうですか。もうそのぐらいライオンズが好きになってると。え、元は違ったんですか。いや、元々野球そんなにね、うん、見たことはあったけどそんな好きってなかったんですけど、うん、3年前ぐらいに初めて見て好きになってっていうことだったんですよ。でもすごい勉強したんですね、カンナちゃん。すごい、だから好きなんでしょうね。ねえ、そうなんですよ。だから、うん、僕をどん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 抜いていくんですね。抜かれちゃってる。抜かれちゃってますよ本当に。毎週日曜日ですね。はい、毎週日曜日です、はい、12時55分からやっております、うん、午後4時までということで。そうなんです、はい、番組でですね、うん、野球の、メッセージは当然ねお待ちしているんですけど、はい、毎週テーマがございまして、全く野球に関係ないご飯のテーマとかよくありますんで。なんで何ですか。何ですかそれ、どういうことですか。大体もう人が生きていくためにはご飯って必要ですから。そうですけど、はい、勝負飯だったりとか。あ、そういう絡めてるんですよね。そういうことです。そういうことです。なるほどなるほど、そういうことです、そういうことです。え、ちなみに久保さんの勝負飯って何ですか。僕は白いご飯とラーメンさえあれば大体勝負できます。あ、じゃあラーメンとご飯もセットでいっちゃう感じですね。そうですね、うん、最高の組み合わせですね。炭水化物、炭水化物で本当に高橋光成投手、森捕手ぐらい最高の組み合わせです。あ、それは最高の組み合わせっていうこと。最高の組み合わせですね。ということですか。もう本当に開幕バッテリーでございますんで。ほー。え、他にも今シーズン の、はい、のライオンズの注目ポイントってあります。注目ポイントはですね、本当に、はい、皆さんね、ライオンズあんまり知らないよなんていう方たくさんいないと思うんですけど、うん、そんなにね、ナック5のリスナーの方で、はい、野暮ですけど、やっぱ森友哉選手、うんうん、一昨年ですね MVP を取りましてですね、はい、もうこっからもう順調にと思ったんです。去年やっぱ打撃はそんなに振るわなかったんですね、うん、やっぱ守備と打撃、キャッチャーなんですけどポジションが、はい、2つのポジ、この難しいところを兼ねてますので、うん、なかなかうまくいかなくて、うん、試合中途中で途中でか試合中変わったりとか、キャッチャー変わったら勝ったりとか、あの森選手の涙が去年はあったわけですよ。ほう。その森選手の今年の逆襲を見ていただきたい。はあ、今年は期待できると。もう今年は期待で、今年こそ、今年もですね、今年もはい、期待できる、うん、弟子になっておりますんで森選手、ぜひ。気合入ってますね。見ていただける、気合入っちゃうんですよ。いいですね。そうです、クライマックスシリーズ2年連続いってるんですよ、優勝してね。うんうんうん。で、日本シリーズはナック5で中継できるんですね、日本シリーズ。うんうんうん。なんですけど、はい、2年連続クライマックスで敗退してしまってるんで、ナック5で放送できてないんですよ。今年こそ優勝、うん、そして日本一のかかった日本シリーズをナック5のサンデーライオンで中継することが私の目標ですから。久保さんの目標なんですね。そうです、私の目標です。ライオンズじゃなくて久保さんの目標なんですね。僕の目標です。大体野球ファンってね、みんなどうかしてますんで、大体好きになりすぎるとうちわって言い出しますから。もうなんか自分自身のこととして捉えてるわけです。あ、いいよね、オタクのチームはうちはさみたいなこと言い出しますか。熱いですね。いや、もう本当にぜひぜひね。え、中継自体はどんな感じになりそうですかね。中継はですね、はい、やっぱり こういうコロナの時期でしてね、はい、去年もそうだったんですけど、実況のアナウンサーさんが球場行っていただいて、うん、僕と佐藤環奈ですね、スタジオの方から熱い声援をこう埼玉だったりとか、うん、メットライフドームだったりとか敵地の球場に送るという、うん、そういうスタイルでやっていきたいなと思ってます。いいですね、楽しみですね。いや、もう本当に、うん、もう野球始まってますから楽しみです。で、放送が今度4月4日に第1回目ありますんで、もうだから今週ですもんね。今週なんですよ、うん、早く日曜日になってほしいなと。待ちきれない。そうですね、日曜日がずっとサンデー毎日が続けばいいなと思って。いや、そういうわけにはいかないですよ。ずっとサンデーがずっと続ける。子供と僕は喜びますよ。いや、いや、そうですけど、はい、他の人たちちょっと困っちゃうんで。どうですか。月曜日来ないと私の放送もできなくなっちゃうし。いや、あの放送、あの4時間
最高の時間が来ないんですか、月曜日。そうですよ、久保さんも何度か出ていただいた。そうなんですよ、今年もね行きたいんですよ。そうですね、そうなんですよ、ぜひまた遊び来てほしいですわ。ぜひね、フラット行かせてくださいね。え、ぜひぜひお願いしますよ。私がサンデーライオンズに出ることはないですかね。あ、お断りです。なんでだよ、ごめんなさい。まあ確かにそうだけど、確かに言ってもだけど。言ってもってことはないでしょ、来てほしいのは来てほしいんですけど、どっちかって言ったら餃子の王将に行っといてほしいですね。王将、久保さんまた午後モンズっていう別の番組で、あれ一応設定的には設定的にはって言っちゃうけど、お友達原ブラシ聖子さんお友達なんで。お友達、ごめんなさい。そうなんですよ、久保さん、ごめんなさい。さすがあまりにも似てるもんだから、ナックファイブ大好きなだけあって、知りすぎですね、いろいろ久保さん。小林アナがですね、はい、今日かな昨日かな、7、8年前のですって上げてた写真あるじゃないですか。ありましたね、鬼玉の時代のですね。ね、はい、吉田沙保里さんかなと思いました。なんか強そう、強そうと思って。多分今より8キロぐらい多いんですよね。あ、ビルドがね。はい、ちょっとね、大きくなっちゃってるんで。なるほどなるほど。そうですね、印象はちょっと違う、若干違うかもしれないですけど。よく見てますね、久保さん。そうですね、僕はもうナックファイブと小林アナのファンですから。いや違うんでしょ、初めて言いましたね、その。本当ですか。後輩に何言ってんすか。いやいや、小林アナのファンだって。僕プロ野球選手メーカーみたいなのがあったら好きな女性のタイプ小林アナって書いてますだから。いや、なんで急にコビ売り出したんですか。いや、コビは売ってるから、本心だから。やめてよ、コビ売ってるとか言うの。あと今シーズン の、はい、サンデーライオンズのテーマソングなんですけれども、はい、知っています。知ってますよ。え、知ってました。お前じゃ聞いたことない。私ね、ちょっと実は今日初めて聞くんですけど。まだちょっとね、聞いていただきたい。もしもさんというですね、はい、バンドが いるんですけど、はい、こちらの方がですね、なんとサンデーライオンズ用に書き下ろしていただいて。すごくないですか、書き下ろし。そうなんです、めちゃくちゃ楽曲いいんですよ。あ、もう久保さんもう聞いてる、フルで聞いてる感じですか。僕はね、一回ちょっと聞かせていただきまして、うんうんうん、これね、始まる前も終わった時も勝った後、うん、この曲聴いたらもう最高の気分で一日終わりますよ。めっちゃいい曲なんですね。むちゃくちゃいい。もう球場で野球見てても、うん、自分の中で名場面って流れるじゃないですか、うん、勝った試合ね、うんうん、自分の中のハイライト流しながらその曲聴いたら、うん、これ涙溢れてきますよ。あら、めっちゃ楽しみ。これはもうぜひ聴いていただきたい。この後流れますからね。あ、本当ですか、ありがとうございます、うん、はい。またあれですか、自分のものみたいになってますけど、久保さん。すいません、どの立場、うちの曲を、すいません、ありがとうございます。全部うちのになってますけど、本当に。もううちのラジオ局最高なんで、ぜひぜひ聞いてください。なんかちょっと話変わってきます。話が変わってきますよ。すいません、ありがとうございます。いやー、そうか、楽しみだな、うん、いや本当にいい曲になってます、本当にかっこいいし、うんうんうん、音がね、まあ、ちょっとこれ聞いてからね言いたかったんですけど、野球っぽいなって音が入ってます。あ、そうなんだ。ぜひぜひ聞いていただけたら。じゃあその辺もちょっと注目ですね。そうなんですよ、ぜひね聞いてください、こちら。うん、あとなんか久保さん、私に言いたいことってあります。小林アナに言いたいことですか。はい、まだベストボディジャパンは出ないんですか。本番がですね、本番というか地方大会のスタートが6月6日の長野大会からにしようかなと思っています。なんでその放送局時代の地元からやろうと思ってるんですか。本当の地元です、出身の。あ、そうかそうか、そう、放送局は新潟か。新潟なんですよ、そうなんですよ、だから地元なんですよ。地元から。はい。あ、なるほど。なんで東京で挑まないですか。あ、東京ね、まだこの後あるんで。何、2回出ようと、その M1 方式で出ようと思ってんの。何回も出られるんですよこれ、実は。いや、だから M1 方式でしょ。 M1、 そうですね、何回か出られるんですよね、あれ。いや、そのうち1回やめてくださいって言われますよ。なんで、言われるんですか。1回 M1 で、うん、今完熟フレッシュってコンビ、親子で漫才やってるね、はいはいはい、池田君っていう方の人と、うん、今サンミュージックでマネージャーやってる橋本君っていう子がいるんですけど、はい、ロックノールコメディショーって組んでて。そうですよね、昔ね。はい、M1 を6回1回戦受けたんですよ。6回、6回、うん、落ちて再エントリー、落ちて再エントリーしてたら、はい、
あの6回目でもうやめてくださいって言われたんですそんなことってあるんですか。そうなんですよ、あの事務局側が気使うっていう、もう無理だからやめてくれっていう、そうそう同じ結果になる可能性ありますからね、小林アナも。いやちょっとやめてくださいよ、これから決してベストのボディじゃないですよって言われる可能性ありますから。久保さん だいぶ絞れてるから見て、ね、だいぶでも、いやいや見てますね、だいぶ絞れてるなと思って。あでも絞るって言えば、あの相方の高倉さんも絞ってますよね。なんかねダイエットしてるみたいですね。ねえ、そうなんです。久保さんはそういうの興味ないんですか。なんですか。久保さんは興味ないんですか。ちょっとごめんなさい、ダイエットって言葉初めて聞いたんでよくわからないんですけどダイエットってあれですか、うん、あのマヨネーズと醤油かかってるやつですか。違う違う逆だな、なんかごめんなさい、ちょっとごめんなさいちょっとわかんないですね、僕体重120キロあるんでそういうのわかんないんです。戻りました、また。あれ、いやもうちょっと戻りましたね。そうですよね、はい、アマトーやってたからですか。いやもう最高でした、アマトー男子の番組ねぜひね、今日ごめんなさい、はい、ダメだ。何ですか。悲しい。やめて、うん、最終回をこの前迎えまして、聞いてました、ね、聞いてました、はい、最高の最終回でしたよ。聞いてましたよ、本当にね。美味しい番組でした、ありがとうございます。美味しい番組ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ久保さん、そろそろちょっとお時間になってしまったみたいなんで。あ、嫌です。ですね、違う久保さん、そういうのよく分かってる人じゃんそういうの空気読める人じゃん。やめてください、そんな言い方やめてください。あのリスナーにぜひ最後にメッセージじゃお願いします。はい、4月4日ですね、サンデーライオンズ埼玉西武ライオンズをですね熱く熱く応援している番組でございますので、ぜひぜひ日曜日のお昼ね、お耳をお貸しいただければと思っております。ぜひ聞いてください。はい、ということでこの時間はナックファイブサンデーライオンズのパーソナリティ三拍子の久保孝真さんにお話聞きました。ありがとうございました。ありがとう。ダイエットさようならお送りした曲は今シーズンのサンデーライオンズのテーマソング、もしもで獅子奮迅フルスイングでした。毎週日曜日お昼の12時55分からライオンズの試合終了まで放送するサンデーライオンズでは、今シーズンも実況生中継で埼玉西武ライオンズを全力応援します。放送時間はナック5のホームページからご確認ください。ナック5スペシャル新版、小林アナがお送りしているナック5スペシャル新版。楽曲かっこよかったですね、久保さん言ってた通り、獅子奮迅フルスイングということで気分が上がりますね。こりゃではメッセージご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマ、新しくなりましたでございます。では行きましょう。ラジオネームシスターラビッツ、小林アナさんこんばんは。新しくなるのは彼女との関係性です。去年の7月から付き合いだし、再来週の日曜日に彼女の実家に挨拶に行くことになりました。アナさん、彼女の親に嫌われないアドバイスをください。あー、いい、そうか、ドキドキですね。え、去年の7月から付き合いだしさ、まあ1年、あ、まあそんなもんか、早くないと思ったけど、まあそんなもんだな何目線私とか、あの連れてっちゃうから、あの彼氏とかできるとそんなもんかと思って、あ、親に嫌われない、もうでもこれってさ、もう下手に語らないことだと思いますけどね。なんかもうすぐバレるしね、そういう着飾っていくとね。なんかやっぱりこうね、親目線になると思いますから、素直な子の方が絶対可愛いと思うんですよ。可愛がる、なんかちょっと言い切ってたりとか、変に尖ってたりって背伸びしてる子よりは、その年齢でっていう、そのでもこの方35歳だからその子の年齢じゃないねだいぶ大人でしたわでもあのそのままで、あの飾らない、そのままで行ってください。もう本当にそれだと思いますね。頑張ってきてください、メッセージはナック5のホームページ内にある新バーのページからメッセージを送るのボタンを押して送ってきてください。メッセージを送ってくれた方の中から抽選で3名様にナック5オリジナルリングノート、エコバッグ、そして私小林アナのサイン付きナック5ステッカーをセットにしてプレゼントいたします。たくさんのメッセージお待ちしております。さあ、まもなくもう9時になりますけれどもね、この後もまだまだ
続きますからね、11時までお付き合いください。この後もナックファイブの番組情報をお伝えしていきます。よろしくお願いします。三大疾病はもちろん、怪我とかで所定の状態になったら住宅ローン残高が0円になっちゃうってんだから、こりゃすごい住宅ローン。それが埼玉りそなの断信革命。埼玉りそな銀行。9時です。ラックファイブスペシャル、スペシャル新版。ラックファイブスペシャル新版、小林アナがお送りしています。この番組は今月から始まる新番組や時間移動した番組をご紹介しています。さてこの時間は時間移動した番組ですね。金曜深夜から土曜日の深夜に移動したのがこちらの番組です。ラックファイブスペシャル新版。新版の皆さん、小林アナさん、こんばんは。春日萌香です。この度ファンラジの曜日が変更になります。4月からは土曜日の深夜1時から朝5時までがファンラジの時間です。ファンラジは曜日が変わってもやることは変わりません。春日はリングの上では荒っぽいですが、リングを降りたら穏やかに平和に行きたいです。心が安らぐような、ほっとできるような、日常の小さな幸せを見つけられるような、そんな番組を続けていきますので、ぜひファンタジーラジオお付き合いください。以上、春日萌香でした。声かわいいな、春日。なんか久々にじっくり聞いたんですけど。いいですね、春日、ありがとうございます。ファンタジーラジオは土曜日深夜1時から5時の生放送ですね。内容変わらずと言っていましたけれども、新たな環境でスタート切ります。今まで聞けなかったけど土曜日だったら聞けるっていう人もね、増えるんじゃないですかね。ファンタジーラジオ、土曜日深夜1時から5時の生放送です。そしてファンタジーラジオと一緒にお引越ししたのが鈴木かすみのハッピータイムハッピーソングですね。ソロシンガーとして、またアイドルユニットバップルのメンバーとして活動する鈴木かすみさんが、影響を受けた、そして感動した楽曲を彼女独自のほっこりトークでお送りする20分間です。こちらも合わせてぜひチェックしてください。お送りした曲は T.O. フィーチャリングセドリス C ダニエル・ボーゲットでホープレスラブでした。T.O. さんがお送りしているナンバー16は金曜深夜1時40分からの放送になります。お間違いのないように。ナックファイブスペシャル新番。長ジングル長、あんなん撮ったっけ私。めっちゃ叫ぶじゃないですか、しつこ。小林アナがお送りしているナックファイブスペシャル新版では、メッセージいきましょう。ここは結構読めると思いますよ。では今日のメッセージテーマ、新しくなりましたです。ではまずはラジオネーム、わらびの電車男。先月初めて娘の彼氏に会いました。自分は彼氏が家に来ると聞いた日から、ポコッと出たお腹を引っ込めるために一生懸命ダイエットしたり美容院に行ったりといろいろと頑張りました。本当は彼氏に負けたくなかったんです。実際に会ってみると素直ないい子でしたね。2人にはこれからいろいろな初めてのことが起こると思いますが、2人で手を取り合って乗り越えていってほしいですね。今度はお父さん側のそうですね、立場から来ましたよ。まあそうか、お父さんも、まあ、彼氏に負けたくないっていう気持ちあるのかな。うちの親父はね、そんな様子全く見せなかったですけど、まあすぐ連れてくんでね、もう何人連れてったかな、実家に彼氏4人、最低4人は行ってますね。まあまあね、行ってるんですけど、まあうちの親2人とも悪が強いので、父親に捕まればもう
永遠にお酒飲まされ、で、あの歴史の話をされ、畑を一緒に耕しで、カラオケ深夜まで付き合うっていう、もうこれセットですからで、母親が口開けば、やれこの料理美味しいだので、挙句の果て彼氏の名前を元彼と間違えるっていう最悪ですよあ、ゆうちゃん、ゆうちゃんじゃないですよ、前のやつだよっつってテルちゃんだからみたいな、全部ちょっと歴代の彼氏言っちゃいましたけど、もうそんな感じでね、親御さんも大変ですけれどもね。いやでもいいですね、こうやって彼氏に負けたくないからダイエットしたってすごいお茶目、可愛いですね、ありがとうございます、では続いてラジオネームゆうさん。私も30代半ば、新しくしましたスキンケア。あー、今までは安けりゃいい、とりあえず保湿されればいいと思っていましたが、よーく見ると目尻にシワ、やっぱりしっかり効果も気にしないとと思い揃えましたが、高い、目に見えて効果があるわけでもないし、だから何使っても同じじゃないとも思うんですが、アナさんどう思いますか。あー、そうですね、私も今39、今年も40なんですけど、だいたい35からだよね気になるのね。あのヨネちゃん、今ミキサーヨネちゃん同い年なんで思いっきりねっていうのを横目で見ましたけど、30じゃないよね、曲がり角25でもないよね、25でもない、30でもない、35なんですよだから多分ユウさんの半ばだからその辺だと思うんですけど、ここがねポイントで、あの私はね、もうこれよく言ってるんですけど、ラジオで、あの炭酸の炭酸スキンケアというので、ちょっと炭酸にハマってまして、炭酸いいですよ本当に。あの炭酸パックとかあるんですよ、顔にこう塗って、洗顔の代わりね、洗顔フォームみたいに顔にその白いクリームみたいに塗って10分ぐらい置いて洗い流すとか、美容液とかいっぱいあるんですけど、血行促進するんですね、炭酸にものすごく。だからまあちょっとこう若返り効果とかもあったりして、私はすごく合うなと思うんですけれども、もしね気になったらぜひ使っていただきたいね。炭酸入浴剤とかもね最高にいいんですよなんかすごい通販みたいな人によりますけど、そう、人によるだけ、私はね実感数すごいいいなって思うけど、まあ今いろんなね、ほんといいの出るか迷うんですよね。何もしないよりは絶対ケアした方がいいです。で遅くはないし、30半ばより、私も諦めてないし、まあ確かにシワとかはね確実に増えてきますよ、けど老化をこう遅らせることはできると思うので、絶対に絶対にケアした方がいいと思いますんで、ぜひやってください。それからラジオネーム、ひやじる官房長官。最近推理小説を書き始めました。今までは読むの専門だったんですが、自分でも書いてみたいという思いが溢れてきて、新年度と切りも良かったので始めてみました。もしドラマ化や映画化する時が来たら、主人公はアナさんにオファーしようと思います。待っててね、アナさん。すごい。推理小説。主人公何がいいかな。なんか女スパイみたいなのいいですよね。なんか。女スパイキャッツアイみたいなのやりたいの私。ピッチピチ、今だったらピッチピチの、ボディライン強調したやつ着れるから、それ着て。デカケツはねちょっともうケツがちっちゃくなっちゃって結構タオルって言っちゃったけど、夢と希望って言ってたのにもうタオルって言っちゃいますけど、結構なタオル詰めないとケツでかくなんないですよ。むしろ今ケツ欲しいぐらいでネタもだんだん狭まってきちゃうっていうね、美ボディが上に何を優先させてるんだと私はそうなんですよ。あ、ぜひでも映画化したらオファーお待ちしてますよ。何でもやる、私別に主人公じゃなくても死体でもやるはい。あ、ひやじる官房長官15歳男の子、すごい、将来有望だよね。いいじゃん、15歳でも書き始めてるんでしょ。
あ、絶対使ってもらおうねえ絶対使ってもらう、演技ちょっと私練習しとくよろしくね、ありがとう、それからラジオネームまんまるチョコビ、昨日は転写日と一粒万倍日の運気が、いい日が重なった日です。なので財布を新調しました。きっといいことがあると信じてます。転写日と一粒万倍日っていうのがあるんですね。そういういい日があるんですね。財布を新調するとやっぱそういういい日に財布とか買えるといいんだ。あ、でもなんか確かに言ってた、4月に買えるといいですよって誰かが言ってた、誰か覚えてないんですけどちょっと言ってたわ。なんかいや、なんか適当なのね。違う、誕生日が12月で誕生日に変えようかなとかって言ってたんですよ。なんかそれの方が運気いいかなって言ったら、いや4月に変えるといいらしいですよみたいなのが誰かが言ってて、それが多分だから昨日、昨日3月じゃん、もうめちゃくちゃだわ曖昧な情報でした、なんだ、昨日じゃ変えればよかったのかな。財布もボロボロなんですよね。もともとカレーに買ってもらったやつかな、だからもうボロボロ7、8年使って聞いてない、いらない情報ボンボン言っちゃうありがとうございます。ではラジオネームインパラ、僕の新しくなったのは家です。家、37歳独身、コロナ禍で不安もありますが、この度覚悟を決めて新築戸建て買っちゃいました。引っ越しもつい先日終わり、家具も新調したので、これから新規一点頑張って仕事と嫁探し筋トレ頑張りたいと思います。すごい独身だね。独身で新築戸建てですよ、すごくないですか。ちょっとこの人自身がいい物件じゃないっていういい物件残ってたって。チーズ。メッセージはナックファイブのホームページ内にある新版のページからメッセージを送るのボタンを押して送ってきてください。メッセージを送ってくれた方の中から抽選で3名様にナックファイブオリジナルリングノート、エコバッグ、そして私小林アナのサイン付きナックファイブステッカーをセットにしてプレゼントいたします。お送りした曲は空の下ファミリアでサンライズです。男女混合コーラスグループ空の下ファミリアの新番組夜更かしファミリアがスタート。初回放送は今日深夜1時40分からです。ぜひチェックしてください。ラックファイブスペシャル新番、小林アナがお送りしているナックファイブスペシャル新版。さてこの時間は電話ゲストです。月曜日から木曜日午後6時から8時生放送のキラスタ月曜火曜を担当されるこの方です。もしもし、どうも皆さんこんばんは。ラフレクラン改めコットンにさっきなりました西村です。お願いしますなんだよコットンって。いやけどアナ聞いてください。何、コットンになった経緯は、ちょっとしくじり先生の収録で変わったんですけど、まだ1ミリも喋れないです。あ、その理由を。オンエア前なんですよ。あ、そっち選ぶの。えアナ、アナそのあれです、こうしたあの何すか今ナックファイブと、はい、テレ朝を天秤にかけたんですけど、はい、若干テレ朝勝ってますか。バカ嘘です嘘です。バカって言ってよ、久々にバカって言った大人がざわつくんで、これはちょっと勘弁してください。これはまたコットンって、はい、あのね、こんなん来てます、はい、あのメールが来ててね、はいはい、ラジオネーム丸ごとメロンから、ありがとうございます。ね、今日のテーマ新しくなりましたでやってるんですけど、はいはい、私がつい先ほど新しくしたものはツイッターのプロフィール欄です。お、今までザソウル火曜日を担当していた日誌のコンビ名がラフレクランからコットンに変わると発表があったことに伴い、
私のプロフィール欄に書いてあった推しラフレクランを推しコットンに変更しました。あら、ありがたい。ただなんだかちょっとオーガニック女子アピールしてるみたいで恥ずかしいですって。まあいいですよね。だからいろんな意味でこう何でも吸収するぞって頼りになる感じね。いいじゃないですか。そういうことなんですかってね、はい、ちょっと早速クレームが来てましたけど。いやいや、ありがたいです。だからちょっとでも話題になったら、だから、うん、あの小林さんのそれこそあれですよ。なんすか、あのそこそこちょっとこうなんかトレンドにもなって。あ、本当？ツイッターとかで、はい、あのラフレクランとコットンがこうセットで、いや、ありがたいんです。だからあのだから、うん、その反響というのか、うん、多分ですけどエイプリルフールに発表したので、うん、はい、ただただざわついてのトレンドになりました。そのそういうことね。はい、そんな人気あんのラフレクランって。いや、だから自分らでもびっくりしてます。あれ、これらこんなまだまだ売れてないのになって思ってます。何をおっしゃいますか。いやいや、本当です。ニッシーはでもね、はいはい、本当に先日までザ・ソウル火曜日を担当してた。昨日もお疲れ様でした。あ、ありがとうございました。昨日無事にグランドフィナーレを迎えました、うん、グランドフィナーレを迎えまして、はい、うん、で今度は4月から移動ですね、はい、さすが元局アナ同士の言い方ですね。あの異なる動くと書いて移動ですよね。移動ですよね、はい、西村さん、ちょっとあの部署の方を変えさせていただきまして。部署変わりますか。ね、ザ・ソウル部からキラスタブに移動になります。キラスタブに移動ということでね、はい、今度あの番組タイトルも今度キラスタになるんですね。そうですよ。だから、まあ、あのきらめきがもうそのキュッとなってキラスタになりましたね。キラスタになるっていうことで、はい、出世しましたね西村さんも。ちょっと待ってください。小林先輩、これは出世と捉えても大丈夫ですよ ね、 これね。だってあなた日曜日になるわけでしょ。あ、どうぞ。ありがたいことに日曜日から日曜日ですよあなた。いや、これはありがたいです。あのページさんに日曜日くれって言われてるんで、今やめて。パワハラを受けてます今でも。やめてあげて。うちの兄さんいじらないで。そうか、じゃあだいぶギャラも上がるね。ちょっと小林アナ。何すか、もう、え、そんなそんなうちの弊社のこと考えてくださいよ。何なのこのサラリーマンみたいな会話ね。御社はいいですよね。御社はじゃないですよ。配分がいいですよね。本当にね。でも日誌さ、今まではあの、はいはい、銀座スタジオだったわけじゃない、今度だから大宮で喋るわけですよね、本社で。はい、そうです、ね、ただまあ、あのあれなんですよ、それこそ、うん、大宮吉本の劇場があるので。あ、そうだそうだね。そうなんですよ。だからまあもう行き慣れてるしで、うん、言ってしまえばもうすぐにでもホームグラウンドになるなと思ってます、うん、ホームグラ俺のホームグラになるなっつって。ちょっとごめんなさい、言葉が足りなくて。そういう横柄な言い方に聞こえちゃったら謝ります。どうですか、どんな番組になりそう。いや、これがまた今それこそ小林アナ大先輩ともやらせてもらってますけども、うん、あの斉藤桃香ちゃんも、うん、もともとね、まあもともとというか局アナ出身ということで。そうですね。そうなんですよ。だからまあどうなんですかね、まだ小林なんていうんですかね、斉藤桃香ちゃんのことそこまでわからないので。まだあいつ変だよ。え、なんか変、あの子、あ、変な、あの変な人だっていうのは、うん、もう気づいてます。やっぱり、うん、何回か会って2回ぐらい会った時に、うん、やっぱあの芸人ってそういうとこを よく見るじゃないですか。そうだよね、はい、そういうとこ一番見るじゃないですか、うんうん、で、あの瞬時にバロメーター振り切ってきた人ですね。でもそういうの得意でしょ、日誌は。そういう猛獣使い的なのは得意でしょ。そうですね、一番隣に大変態がいたっていうのは。いつもいるもんね。いつもいますから、ぽっちゃり前髪パッツンがいますからね。ぽっちゃり前髪パッツンがいるからね。はい、大丈夫でしょう、その辺はね。はい、いや、もう期待していただきたいです、うん、ねえ。じゃあ、はい、ゆうたろうさんとは今まで絡みあるんですか。いや、全くゆうたろうさんなくて、それこそ番組が決まって2回お会いして、うん、でもなんかもう小林アナ本当に
ミーハー心が出ちゃって、なんかすごい、うん、そのゆうたろうさんはもちろん素敵な方です。なんかその奥を見ちゃったというか、本当嫌なとこが、うん、なんか、ね、あ すごいな人って思いました。本当にいやらしいな本当いや、ね、やっぱミーハーなんです。西やっぱそういうとこあるよね、ちょっとね、なんか、うん、あ、ごめんなさい、今の言葉足らずでまた傷ついてますよ、そういうとこっていうのでやっぱなんかさ、わかる、はいはい、この曲穴だからとかそういうことじゃなくて、はい、わかんないです、なんかちょっと腹黒さがさ見えちゃうんだよね、ニッシーからいつも、うん、もう、いやいや、これラジオで見えたら終わりですよ、マジもう耳で見えたら終わりだわ一回ね、私が今やってるラジアナ月曜日に、はい、ね、あのゲストで来てくれて、はい、朝までだよね、うん、あれ、あの時そうですよね、そうだよね、朝まで一緒に喋って、うん、くれてて、はいはい、でもなんか目もバッキバキだし声カスカスだしこの子大丈夫大丈夫かいなって思ったんですよね、あの時。そうそう、うん、いやだから違うんですよ本当に、うん、いや意外に人間味ある情に熱くて涙もろいいやつなんですよ自分で言うかね。いや本当に本当に本当にそうなんですなんか皆さんに誤解してほしくない。本当 この前ね、はい、私あのアナウンススクール時代の後輩のアナウンサーの子に会ったんですけど、その子広島にいた子でね、はいはい、で、あ、そういえば日誌して言ってるみたいな話になって、おうおう、あー知ってますってね、ねゴモゴモしてたんだけど、どういうことあのそういうことかもしれませんねやってんな、広島でもやってんなこれ、うん、で対外ではこうなんか、うん、外面いい方なのにな、おかしいな、うん、なんかやったねやったね、あ、うん、え、色恋のもうそっちかもしんないね、うん、いや真面目ですからね声ちっちゃくなっちゃったそうですね、ちょっと今ちょっとね切りすぼみました、完全に、へえって言ってたよ西やね、あのちょっと戻りますけど、はい、あのキラスタでこんなことしたいとかあります、うん、いや、まあとにかくまだちょっと内容が全然決まってないんですよ。そうなの？いや、というのも、うん、結構いい意味で決まってなくて、うん、そのフリースタイルな感じで、多分全くこの水曜日木曜日と違う形になるんじゃないかなっていう、だから横並びではありますけれども、うん、なんかこういい意味で違う色を出していけたらなっていうふうに思ってますね。だからそのあんまりこう型にはまらずやっていけたら嬉しいなと思いますね。あのゆうたろうさんはやっぱりこう音楽とか、はい、アニメもね好きですから、うん、その辺得意分野だと思うんですけど、はい、日誌ってさ何ができるの、はい、何ができるのって聞き方おかしいです。小林アナお察しの通り全て76点ですそうなんよね、あのさ平均点よりちょっと上は取れるんだけど、はい、それ以上伸びないタイプの人だよね。だからそのなんで付け加えたんですか76点で全部を察してほしかったこなしちゃうんだよな、うまくこなしちゃうんだけどね、こなしちゃうんだよな、うん、そう、はい、え、趣味とかないの日誌って。趣味は、まあ、ピアノ弾いたりとか、あ、なんか上げてるね動画。そうなんですよ、ピアノ弾いて、でもあとグルメ巡りとか。おお、いいじゃないですか、はい、いや、うん、結構いいんですよ。あ、じゃあピアノ弾けばいいじゃん。いやピアノえ、キラスタでですか。いやピアノ弾けばいいじゃん。いや、あの小林さん、あれなんですよ、その毎週毎週ピアノをなんか新譜を弾くそのカロリーは嫌です。え、じゃあパーマ大佐みたいにやればいいじゃん、パーマ大佐みたいに。いや、なんかそれはそれでいじられそうなんで嫌です僕、幸せな家庭築きたい。幸せな、そうだね、ちょっとスピード離婚はね、はい、そうそう、ごめんなさいですよね、ちょっとスピード離婚はもうパーマ大佐と空気階段塊で十分かなと思って結構いるいるんですよ、僕は幸せになりたいと思って。そうですね、そっか、じゃあ、はい、まあまあ探り探りやっていく感じですね。そうですね、本当にまずは皆さんに馴染めるように、うん、頑張ります。いいじゃないですか、楽しみだね。はい、うん、来週からですよ。来週から皆さんよろしくお願いします、うん、はい、
じゃあ最後にですね、リスナーさんにメッセージいいですかね。はい、はい、リスナー改め、化粧水の皆様、この度コットンという名前に改名しましたので、一日でも早く皆さんに馴染んでいただけるように、綿毛のようにどこにでも飛んでいって頑張りたいと思います。コットンでした。化粧水の皆さんって何？あの今の、あの見切りです。手に書いた見切りをやっちゃいました。すいません。頑張りますので、あの、はい、皆さん聞いてください。はい、引き続き、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、この時間のゲスト、キラスタ月曜火曜担当のコットンの西村真嗣さんでした。初めてあのメディアで言ってもらいました。嬉しい。小林アナが第1号です。初だ。やった、はい、嬉しいです。じゃあしくじり先生も皆さんぜひねチェックしてみてください。お願いします。はい、西ありがとうございました。小林アナありがとうございました。はい、ナックファイブスペシャル新版。お送りした曲はランで花たちでした。シンガーソングライターのランさんはパブ4月曜日午後9時30分からバカボン鬼塚さんと一緒に週刊ランマガジンをお送りします。こちらも楽しみにしていてください。ラックファイブスペシャル新版。ライブスペシャル新版、小林アナがお送りしています。この番組は今月から始まる新番組や時間移動した番組を紹介しています。さあ、ここでは新しくナックファイブファミリーとして加わるこの方からメッセージいただいてます。ナックファイブスペシャル新版。新版をお聞きの皆様、小林アナこんばんは。来週から始まります新番組パブ4、こちらの木曜日のパーソナリティを担当することになりました花輪でございます。私花輪と言いますと、生まれた場所がですね埼玉県の春日部市ということでございましてね、もともと埼玉にはこうゆかりがあるんですけれども、おととしの映画飛んで埼玉ね、この大ヒット、この映画の主題歌をね歌わせてもらったことによりまして、埼玉県とのつながりがより深くなりました。まあこの番組ではですね、もちろん埼玉県のことをいろいろご紹介するのはもちろんのことながら、僕が大好きなですね野球ね、あと相撲とかね、柔道、お笑い、音楽、まあそしてね家族、まあ子育てのことね、さらにはですね、もう私のねある意味あの育ちましたふるさとでもあります佐賀県のことまで、まあ幅広い内容でお送りしていきたいと思います。ぜひとも、ね、皆様ね、楽しみに聞いていただければ嬉しいです。それでは皆様また会いましょう。以上花輪でした。花輪さんありがとうございました。ナック5の夜、月曜から木曜日午後8時から11時放送のパブ4木曜日を担当されますね。コメントでもありましたけれども、埼玉にゆかりのある花輪さんということで、花輪さんが好きな野球、柔道、相撲、そしてお笑い、音楽、さらには子育てについてお話しされるということで、これ楽しみですね。改めてパーソナリティは月曜日がバカボン鬼塚さん、火曜日がジョイさん、水曜日小坂大魔王さん、木曜日が花輪さん、アシスタントは月曜水曜が松本ありささん、火曜と木曜がゆいさんです。パーソナリティの大人4人が好きなこと、面白いことをテーマに好き勝手にトークします。パブ4初回スタートは来週4月5日月曜日午後8時です。担当パーソナリティはバカボン鬼塚さんと松本ありささんです。お送りした曲は朝倉さやで新東京でした。朝倉さんはファブ4木曜日午後9時30分から朝倉さやのんだからよがスタート。以前の番組ジョンダズネ同様、生歌企画も継続していくようです。お楽しみに。ラックファイブスペシャル新版。ラックファイブスペシャル新版。小林アナがお送りしているナック5スペシャル新版。ではメッセージ紹介していきます。あの、ね、新番組への反応も来てますよ。ラジオネームレグノ、タブ4楽しみにしてます。月曜夜8時にお兄ちゃんが帰ってくることが嬉しいです。それとカーモク、アシスタントのユイさんもネットの番組で前から知っていたので、パーソナリティのジョイさん、花輪さんとどんな番組になっていくのかも注目しています。え、お兄ちゃんって何年ぶりですか？この時間だと2年ぶり？3年ぶり？3年ぐらい経ってる？もう
ですよね。4年経ってるもん。そっか。ねえ、そしたらもうお兄ちゃんファンたまんないですね。またね、この時間に聞けるっていうことで。心あるって。あるよ。仲悪くはないんですよ。なんとなくそんな感じになっちゃってるけど、お兄ちゃんと別に仲はいい、仲はいい。だってキスしてるからね。ここだけ切り取るとあれですけど、まあ、鬼玉というね、その前の番組で打ち上げとかまあ飲み会があるたびに私とお兄ちゃんが喧嘩して仲直りのキスをするというくだり、あのダチョウ倶楽部さんみたいなのを毎回やってたっていう。酔っ払うとね、そんな時代が懐かしいですよ、本当にね。はい、お兄ちゃん楽しみです、私も。じゃあ今日のメッセージテーマいきます。新しくなりました、いきましょう。たくさんメッセージ来てますよ。ではじゃんじゃん読んできます。ラジオネームくるみパイでパイのパイのパイ。小林アナこんばんは。近所に行きつけの定食屋さんがありました。そこは外観も店内も汚く、味を知らない人はまず入らないお店なんですが、安くて味にパンチがあってめちゃくちゃ美味しいんでよく通っていました。それがコロナで、昨年いっぱいで閉店してしまいました。困っていたらそこに某ラーメンのチェーン店が開店したので早速行きました。新しい出会いでワクワクして食しました。値段がちょっと高めで味も悪くないんですが、味にパンチがなく優等生タイプで、値段を考えると前の定食屋さんみたいに通うことはないと思い、前の汚い定食屋さんが懐かしく、また食べたいという思いが日に日に強くなっています。はぁ、そうか。まあ今ね、ちょっとお店閉店しちゃうっていうところも多いかもしれないですけど、いやちょうどねこの定食屋さんで、で鬼ちゃんっていうワードで思い出したんですけど、あの地元、私の地元長野県佐久市のもうピンポイントで中込駅の駅前にとんちんかんっていうラーメン屋さんがあって、でそこ本当に昔からのお店で、私もちっちゃい頃家族でよく行ってたんですけど、その頃はもうなんだろう、その味が当たり前だったから、まあ普通の醤油ラーメンだなとか思ってたんですけど、そしたらここへ来てそのお兄ちゃんがね、てかカカシですよね、カカシのメンバーのキー君たちがさ、あのだからそこの何ライブとか行く時に必ず寄るんでしょっていうので、改めて大人になってから行ったらめちゃくちゃ美味しいよね。なんで野菜味噌ちゃんぽんだっけ、美味しいんだよね。味噌野菜ちゃんぽんだかね、野菜味噌だちゃんぽんだかあるんだけど、野菜めちゃくちゃ盛りだくさんで、チャーシューめちゃでかいのね。チャーシューめちゃ美味しいよね。そうホロホロなのよ。ほんでさ、レジ横パッて見たらカカシっていうサインがあってさ、すごい私の地元めっちゃ侵食してるじゃんと思って。ほんで悔しいなと思って、その店主さんに私もサイン書きましょうかって言ったら、はっていう顔誰オタクみたいな。今でもありますよ、カカシのサイン。本当だからすっごいたまに食べたくなる味ですよね。わかります、だから気持ちがね。じゃあ続いてラジオネーム元ひでまにルーペ。我が家には今ピッカピカのランドセルがあります。5日に末っ子の小学校の入学式があり、兄弟3人揃って小学校に通い始めます。ところでアナさんはランドセル卒業してどうしましたか？まだ実家にありますか？ランドセルね、私ねあれにしたんですよ、あのミニランドセル、あの親がね勝手にしたんだけど、あの普通のサイズのランドセルをそのカバン屋さんかなんかに持って行って、ちっちゃいのにあの模型みたいな、そうにしたの、したんですけど、この前ね、この前っていうかもうだから1年以上帰ってないけど、2年前ぐらいかな、家実家帰った時に見たらね、カビ生えてて意味ないじゃんそれせっかくミニチュアにして残したの意味ないじゃんと思って悲しかった。持ってきてなかったもん、実家にそのままだから、なんかうちにね持って帰ってあげればよかったと思って、すごい後悔してるんですけど、だから残せるんですよね、そういう風にね、ちっちゃくとかしてね作ってくれますよね。あれ私赤一色、あの私たちの時代は赤と黒だったんで、だから転校生とかピンクとかの子が来てみんなザバザバしてた感じ。今だってすごいよね、紫とかピンク水色とか何でも OK なんでしょ。ねえ、
いいよね。でも私だったらショッキングピンクとかにしたいっす。なんで弾くの、なんで弾くの、意味わかんない。黄色とかオレンジとかなんか目立つやつにしたい。あ、ちょっといいそうですね。いいね、蛍光の黄色とかにして夜も安全のためにピカピカして歩くっていう意味ですね、それね。懐かしいな、なんでする。それからラジオネームガイク。私は最近新しく普段は買わない色のパンツを買いました。パンツかな、パンツかな、以前仕事で悩んでいる時に普段は選ばないピンクのパンツを買って履いてみたら、なんだかいつもと違う自分になれたような気持ちになり、仕事の行き詰まった状況を打破することができたんです。これをきっかけに私は仕事やプライベートでうまくいかないことが続く時は新しい色のパンツを買うようにしています。普段は黒やグレー、紺など地味な色のパンツを履いていますが、行き詰まった時には水色やピンクなどの明るめの色のパンツを買って履いています。そうすると不思議と新たな自分を発見したような気分になり元気が湧いてきます。美尻の小林アナはパンツの色気にしていますか。美尻いただきました、ありがとうございます。拍手が起きました。パンツの色はいつも黒なんです。ヨネちゃんもご存知かと思うんですけど、だいたい黒ですよね。黒しかほぼ履かないんですが、で勝負の時は赤ですね。もうこれ赤なんですけど、あ、ペイチさんも赤がいいって言ってた。勝負の時に履くって、うん、赤しか履かない勝負時。ページさん赤なんだ、嫌だな、なんか嫌だな。そう、でもわかります、このなんだろうな、濃い色というかの方がこう気持ちがグッていう上がるの大事ですね。こう見えないところだからこそっていうところなんだよね。ちょっともう少しレパートリー増やそうかな、私も。なんだろうな、あともうだからもうピンク、黄色、オレンジとかさ、やっぱまた傾向なんでしょう、それ、ね、パンツも安全のために誰に見せるのっつって何の安全だよみたいなね、なりますけどね。いや大事大事、こういうとこですよ、気持ちってね。いいと思います。ガイクさんありがとうございます。ということでメッセージは NAC5 のホームページ内にある新版のページからメッセージを送るのボタンを押して送ってきてください。メッセージを送ってくれた方の中から抽選で3名様に NAC5 オリジナルリングノート、エコバッグ、そして私小林アナのサイン付き NAC5 ステッカーをセットにしてプレゼントします。たくさんのメッセージお待ちしてます。この後も続きます。最大1億円、使い道自由、魅力的な金利、長期の返済計画も可能。それがりそなフリーローン有担保型。お借り入れには担保として不動産が必要です。ご利用は計画的に。あなたの街にある埼玉りそな銀行。10時です。ラックファイブスペシャル、新版ラックファイブスペシャル新版、小林アナがお送りしています。この番組は今月から始まる新番組や時間移動した番組を紹介しております。さあ続いての新番組は金曜日午後11時から放送、11時30分、午後11時から11時30分放送、お笑いコンビキツネがお送りするキツネのコンコンラジオ。深夜ラジオが大好きという淡路さんと、パチンコと美容整形が趣味美容整形が趣味ってすごいですねで大津さん2人のトークです。毎回先の読めない展開でゴリゴリのお笑いラジオファンに向けた30分ということです。そして、あ、そうですね、あのキツネさんはね、あの地下ライブでよく一緒になってたんで挨拶程度なんですけど、キツネさん覚えてくれてんのかなっていう感じですけれどもね、どうですかね。そして同じく金曜日に午後11時30分からはこの方の番組スタートします。ラックファイブスペシャル新版。新版をお聞きの皆さん、小林アナさんこんばんは。中川大志です、はじめまして。毎週金曜日夜11時30分から放送の
中川大志のコネクティッドベースを担当することになりました。明日4月2日からスタートです。まずはですね、小林アナさん、ずっと聞いてました。僕ちっちゃい時からナックファイブを聞いて育ってきたナックファイブチルドレンなので、だから今小林アナさんに紹介してもらってるってことですもんね、僕の新番組を。いやだからそれを聞いて自分がいつものラジオの世界に入ってるんだっていうので、ちょっと信じられないです。ドキドキしてます。ぜひですね、緊張しまくってるんですけど一生懸命、やりますので、ぜひ気軽に番組にコネクトしてもらえればなと思います。アナさん応援しててくださいということで頑張ります。中川大志でした。付き合えるの私、もしかして中川さんと付き合います？めちゃくちゃ嬉しいんですけど、どうしよう。急ときめいちゃった。久々にときめきました私この春。うわーどうしよう、一番嬉しい今。ここで雑談ですか？後で椅子舐めときますねすごい急にちょっと脇から汗がすごい出てきちゃった。どうしよう、熱い熱いよ、やだやだ。ありがとうございます、中川大志さん。本当に聞いててくれたんですね。ナックファイブずっと大好きなんだ。うわー嬉しいなー、やだー。ゲストも来てほしいなー、いつか。やだー、どうしよう。俳優中川大志さんがリスナーとコネクトする30分、どんな形でどんなテーマでコネクトしていくのか、あなたも中川さんと一緒に楽しんでください。中川大志のコネクテッドベースは、明日4月2日金曜日午後11時30分スタートです。お送りした曲は堀内まりなでミッドナイトレイルでした。堀内まりなさんはパブ4水曜日午後9時30分から堀内まりなのながスタート。桜学院出身声優でアーティストの堀内さんが小坂大門さんとお送りする番組、どんなミックスが起こるのかお楽しみに。ラックファイブスペシャル新版ふざけてますね、新版小林アナがお送りしているナックファイブスペシャル新版。ではメッセージ紹介しますね。新番組への反応どんどん来てますよ。ラジオネームマナックマ、アナさんこんばんは。いよいよ来週から新番組スタートしますね。芸人キツネの2人の番組が気になっています。新番組チェックして参加できる日はリアタイしますので新年度もよろしくお願いします。あとアナさん結婚おめでとうございます笑いっていう私の今日のツイッターでねつぶやいたんですよ。でエイプリルフールに毎年私の渾身のギャグなんていうのは嘘を風化させないっていうので毎年同じ嘘ついて結婚しましたなんていうのは嘘っていうのを義務化してるんですけどっていうやつに反応くれました。ありがとうございます。でキツネさんも新番組いよいよスタートということでね、もうグイグイ来てますからね。本当にキツネのお二人面白くって、もう私もでも何年前か、まあ、2、3年前ぐらいかな、地下ライブで一緒になって、当時だからまあ漫才ブインブインブインっていう音使って漫才やられてて、すごい器用な二人だなと思って、大先輩だと思ったの私。もうなんか20年近い長いのかなとかって思ってたら、で調べたら、いや全然後輩じゃねえかと急に態度でかくなるんでそうなんですよ。なんですごい楽しみですね。キツネさんね、マナクマさんありがとうございます。それからラジオネーム小平の雪、今日は4月からのナックファイブの新番組を紹介していく番組ですが、アナさんがいつかやってみたい番組ありますかっていうそうだな、まあ私が今ね4もうすぐ40歳でしょ、あとね10年20年先もやってたいなと思うんですよ。でそうなると朝5時の片桐がちょっと甘くあれは年齢じゃないですか、あれ年齢枠じゃないの、年齢枠じゃないの、あそこまで行くと帯できるんじゃないですか、違うのダメですね、これファンキー、ファンが恐れ多い
いや野鳥さんが決してどうとかじゃないんですよ。なんかいろんなところ傷つけちゃってるけど違いますよ。恐れ金曜、いやいやいや、朝5時行きます、朝5時行きますっていうのもなんかいるんで、ちょっとダメだ、これ以上広げるといろんな人を傷つけていくからキックンが来た、キックン、いや今日夜中じゃないからね、キックンみんな聞いてるから、そうだね、怖いですね、あんまり変なこと言うとやばいね、いろんなとこにこう広がっちゃうから、やめとこうやめとこう、ここにしときます、ラジオネーム中蔵アナさん、今日はエイプリルフールだから最後まで放送はないと思いましたなんでよあんなに大々的に告知しといて、さすがにそれがないですけど、今こうしてやってますからねはい、ありがとうございます。じゃあ今日のテーマいきますかね。新しくなりましたでございます。では参りましょう。ラジオネーム、うちのワンコは非常食。友人が立ち上げた会社の引き抜き話が来ました。おお。自分は今の会社で何不自由なくやれているんですが、経験者がいなくて仕事が回らないとのことで、今の仕事を辞めて出来たてほやほやの不安定な友人の会社へと移るために週末話し合いをしてきます。へえ。今までの転職は切羽詰まって生きるためにしてきましたが、こんなに、こんなに、高揚する転職は初めてですということですけれども、あーそうですか。転職は、まあ、私も1回だけ、1回、まあ、10万ですけど1回だけ、そのアナウンサーからね芸人になってっていうので、もう何年前だ、15、6年前なるのかですかね、15年前ぐらいか。まあちょっと不安もあるでしょうけどね。でもこの仕事は手前の不安定な夢化するために週末話をしてきます。転職は切羽詰まってだから生きるためにしてきたってことは何回かされてるんだね、この方は。うちのワンコは非常食さんね。まあでも私も転職した時、まあ、不安はあったけど結果してよかったなと思ってるので、すごく、なんかいいと思います。やっぱこう思い立った時がでしょうね、やっぱりね。だからもう自分のね気持ちを信じて突き進んだらいいと思いますよ。しかも引き抜きっていいよね、されてみたい私も。ちょっとないかな、そういうなんか他の事務所さんからとかってないでしょうけどなんていうな嘘って向こうから言われてすげえ悲しい、自分のギャグ使って言われるのめちゃくちゃ悲しいですけどね。いやでも頑張ってくださいね。あ、まだまだ決めたわけじゃないのか、話し合いですからね。いやでも、もうなんか心は決まってんのかなってちょっと思うんですけど、どうでしょうかね。ぜひ転職した際には頑張ってみてください。それからラジオネーム、デイズ大好き。私は今日社会人2年目になりました。もう目標は無理せずきちんと相談して落ち着いて仕事を頑張ろうと思います。そんな私にエールをお願いいたします。2年目ですか今日ね。だから電車ちょっと乗ってなんかすごい混んでるなと思ったら、社会人、新社会人ばっかりだったんですよ。やっぱりあのリクルートスーツというかね、あのちょっとこう落ち着いたスーツ着てる子がちらほら何人かいて、そこが何様だと思いましたけどねえ、そうだそうだと思って、そういう子からね働き始めっていう方多いと思いますけど、じゃあエール大声でいきますかね。デイズ大好きさん、頑張れ新社会人、2年目だった、新社会人じゃなかった頑張ってくださいね、2年目もファイトでございます。新規ってそういうところだからね、高島でいいからそういうところだからね、言われました、ではメッセージはナックファイブのホームページ内にある新バーのページからメッセージを送るのボタンを押して送ってきてください。メッセージを送ってくれた方の中から抽選で3名様にナックファイブオリジナルリングノートエコバッグ、そして私小林アナのサイン付きナックファイブステッカーをセットにしてプレゼントいたします。たくさんのメッセージお待ちしてます。ナックファイブスペシャル、新バーン、ナックファイブスペシャル、
新バーン。小林アナがお送りしているナックファイブスペシャル新バーン。さあこの時間は電話ゲストです。ヒットヒットヒットのパーソナリティ柴田さとるです。もしもーし。おかしいだろ呼び捨てておかしいだろええじゃねえよ。いつものことじゃんか。いつもじゃねえよ。えいやいやいや、どうも。はいはい。しかし泣かされましたよ昨日は。昨日、うん。あえ、なんの、ど待って、どっちの曲これ、ね、えちょっと待って、わかんない。いや、お前切るぞ、電話切るぞ。お前と喋ってるとちょっと分かんなくなってきたんだよ。やめろよ。海は近くにある？ないよ。ないの？ない方だよ。ない方か、うん、ない方か。やめろよ。早く行ってよ。早く行ってよじゃないよ。怖くなっちゃったじゃん今。大丈夫かな。やめてよ。こっちだよ怖くなったの。何やってんのよ。私も一瞬分かんなくなっちゃったんだよ。どこで泣いたっけと思って。いやいやもうあれはね、グッときたね。何言ってんだよ本当に。本当に全くね。ねえ、いやもう柴田さん、うん、おなじみの柴田さんですけれども、うん、なんか番組ちょっと移動するんでしょ。え、ちょっとね、あの移動して、うん、かつ、はい、大きくなるということで。大丈夫？大変光栄なことですよ。いや柴田さんさ、ね、だって時間さねえ、金曜深夜12時から朝5時でしょ。そうです、はい。5時間だよ。そうですね。大丈夫？いやほんとね、うん、もう年取っちゃってんじゃん。柴田さんいくつだっけ。44なんですよ。行ったね。行きましたね、うん。だって、まあ、前もね、その、うん、ほらラジアナやってたじゃないですか。はいはいはい。あの時って何歳ぐらいだったんですか。あの時はね35、6じゃないかな。78かな。あ、じゃあ私と今同じぐらいの。そう、でもラジアナって4時間じゃない。そうですね、1時5時だから。うん、え、じゃあ5時間って初ですか。いやそれがね、20代の頃に一度やってるんですよ。あ、そうなんだ。うん、名古屋の方で。あ、また別の局でね。別の局で。そうあんたもう転々とするね本当にいろいろやってんな。だから20代だったらまださ、体力がさ、頭で遊べるぐらいの体力持ってたからよかったけど、はい、ちょっとね、正直不安ですよ。じゃあもうやめる。いやいや、やめません、やめません。しっかり、しっかり体力温存していきますから、毎週。だから、また、あれですよね、ど深夜に柴田が戻ってきたっていう感じですよね。いや、そうなんですよ。うん。そうなんですよ。だから、ちょっと、どうしてんの？あなたさ、うん、全然いつも寝てないじゃん。寝てないね。どうやってリカバリーしてるの？それは。してない。リカバリーなんかしない。もうする時間ないもんね。時間ないよ、しょうがない、ほっとくしか。もうねえ、うん、いいだから。だって話聞いたら4日間ぐらいまともに寝てない時あったもんね、うん。あ、そうっすね。だ、基本平日あんま寝てないんですよ今も。え、ショートスリーパーショート、うん、もともとロングですけど。どうにかなるよ。あ、そう。でも柴田さん私より年食ってるからさ、心配なんですよね。いや、お前も40だろまもなく。え、ヒットヒットヒットはなんかどんな感じになるんですか。変わるの。ですね、実は3月いっぱいで、うん、存在をご存知ないかもしれませんが、ナックファイブタッチというですね、ナックファイブの公式無料アプリがあったんですよ。やってたよね、なんかね。やってました、はい。それを使いまして、うんうん、生放送中リアルタイムに皆さんに回してもらいながら、はい、各楽曲のタッチポイントが多かったものが、うん、まあ、月間ナンバーワンに選ばれていたんですけど、はいはいはい、それがね、うん、3月末をもって終了ということで、うんうん、これから全く変わった形で投票してもらうんですよ。どうやって。それが LINE 投票。 LINE シンプルです、はい。ほう。で、LINE はまずはやっぱり友達登録しないといけないので、うん、ね、お互い相互フォローしないといけないじゃないですか、うん、ね、お前の LINE 知ってるって。俺知ってんだろ。ちょこちょこ LINE してくんだろ。くだらない。インスタの DM で送ってくるじゃん大体。そっちが送ってくんだよ。なんでインスタから送ってくるんですか。LINE で、うん、まず友達と電話か。これもう一回一回俺家にいるからさ、もう完全オフモードだ。これ本当に仕事だよ。仕事なのこれ。仕事流れてるんですよ新番組。これちゃんと公共の電波で特番ですよ。ちゃんと特番、レギュラーじゃないよ。特番今日一日だけ。あ、来週ないんだ、うん、それも。来週違う、もう。なんだ。桜平の方は
やめなあんた、いい加減にしなさいよ。この時間聞いてんだって、偉い人も聞いてんだって。さすがだよ、かぶってないよこの時間。大丈夫、かぶってないよ、かぶってない。何言ってるんですよ。何何、どういうこと。ヒットヒットヒットで、うん、LINE の検索機能を使ってもらいまして、うん、検索すると、うん、私のうさんくさい笑顔の画像が出てきますので、そこに友達追加をしていただいて、はいはいはい、そうしますと毎週金曜日の夜12時から、うん、だいたい2時頃までいつもの形で、うん、まあLINE から、うん、ヒットヒットヒットからアンケート機能で各楽曲名を皆さんに送信していくんですよ、うん、はい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 、そこに皆さんが、まあ、いいか悪いか、うん、答えてもらってラジオネームをそこに書いて送るというだけの投票に、うん、非常にシンプルになったので。え、もうあれですか、お友達登録ってできるの。いや、もちろんできますよ。あ、いいじゃん、もうじゃんじゃん申請来てる感じですか。もうね300。あ、本当だ。うん、あの夏タイムタッチがなくなるって分かった時点で、うんうん、もうテスト期間が多分2ヶ月ぐらいあって、うん、でもうその時点で LINE 投票もやってもらってたんですよ。あ、そうなんだ。はいはいはい。あ、じゃもうバッチリなんですね。バッチリです。うん、あなた本当知らない感じだけどさ、うん、あれですよ。何？私どもの番組スタッフみんなのグループ LINE に入ってるじゃない。うん、そうよね。うん、基本見てないあんまり。あ、見てない。よかった。まだ解禁されたい情報も全部そこに流しちゃってるから。そうなんだよね。で、全然無駄ですよ、お前がいたら。なんで私が入ってるのかも意味が分かんないんだけどね。全く関係ないからね。飲み会の日程を設定したいだけだったらね。本当だよ。未だになんで入ってんだっていうね。とこですけどね。いやいやいや、そうなんですよ。すごい。じゃあ、他になんかあるんですか？なんかコーナーとかさ。だから、うん、いつも2時間の番組でさ、うん、まるまるね、うん、その投票してもらって、うん、トップ5を紹介してたでしょ、うん、3時間残っちゃってるんですよ。残っちゃうね。それを明日の夜8時間の会議で決めるっていう。え、まだ決まってないの？まだ決まってないの？大まかな流れはできてるんだけど、ちょっと明日ちゃんと詰めましょうっていう話になって。大丈夫？、うん、そうなんですよ。あ、ね、こっちに入ってる情報だとスペシャルでお届けするっていうのだけ、はい、うん、そう聞いてるって。あ、そうです。明日は完全にスペシャルで、うんうん、いつもその月リリースの新曲を紹介してたんですが、うん、あくまで新番組、まあ、初回ということで、うん、これまでの、まあ、ヒット曲を流しながら皆さんにちょっと練習というかね、うん、あくまで、うん、まあ、デモ体験をしてもらうっていう形でやってもらうんですけども、うん、なので、LINE 投票のデモってことね。え？ LINE 投票のデモってこと？もちろんもちろん、うんうんうん、明日やることが果たして来週以降行われるかどうかは、うん、まあそれはちょっとはっきりしてません。大丈夫。明日はノリのコーナーがたくさんあると思いますので。あ、そう。はいはい。だからね、ほ、うんと、うん、伝説の回になると思いますよ。そうだね、神回いわゆる、うん、それは神回と言っていいのかな。薄っぺらい神回です。本当に薄っぺらい神回だよね。そうなんですよ。そのうちお邪魔させてよ。あ、ぜひ来て。いやね、ぜひ来てって一回一回と、その一回も私行ってないよね、結局。嘘でしょ。結局、いや行ってないよね。行ってない。いや、そう、ヨネちゃんが行ってないって言ってる。ヒットヒットヒット担当してるミキサーのヨネちゃんが。電話だけか。電話だけよ。え、電話もなくない？飲み会だけだよね、飲み会だけだよ。コメントだけだよ。そうだ、コメントだけ。コメントか。飲み会しか行ってないんだよ、だから。なんでよ。飲み会は解禁症なのね。そうだよね。おお。でね、でね、言い忘れてました。何何何。LINE 投票を、うん、各パートごとに、うん、皆さんにね、うん、投票してもらっているんですが、うんうん、大体ほら、1時間とか30分とかで、ね、お前みたいのが飽きるじゃない。お前みたいな。もういいや。お前みたいな。もう何回も LINE が届いてさ、うん、もうこれいいやって思っちゃう人いるじゃない、お前みたいな、はいはい、お前みたいな余計なんだよ、ね、うん、うるさい。でも全部、うん、その投票に送ってくれた人、いわゆるアンケートで答えてくれた人、うん、全て解禁賞には必ずステッカーはプレゼントするって決まってますから。ああ、そうなんだ。はい。ただ、うん、これまではステッカーだったんですが、明日はちょっと違う可能性があります。あ、なんか柴田さんの、はい、私物とかをくれるとか、そういうこと。いや、私物はもう全部メルカリで売ってるから。俺メルカリで。リスナーにあげるような私物はありません。全部お金に変えなきゃ、うん、僕は。
家も売って売りましたね売りましたね いいね、いや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 、これ本当オンエアされてるんですか。うん、大丈夫されてるよ。てかさ、うん、特番でさ3時間さ、うん、新番組紹介するって言って、ごめんね、あのこの電話かかってくるまで聞いてなかったんだけど。え、うん、韓国ドラマ見てて、ね、ちょっと本当やる気ないじゃんえ、3時間持つのこれ。え、もうだってあと30分で終わっちゃうよ。え、あと30分何するの。え、あと30分、え、でもまだ紹介して、おう、あと曲かけて、あとメッセージ読んでって、まあ、あっという間ですよ。あ、じゃあ結構いろんな人に電話かけてんだこれ。いや、3人目柴田さんであ、そう、コメントとか結構来てた。あ、なるほどね。うん、え、1人目2人目誰だったんですか。久保さん、三拍子の久保さんと、はいはい、あとラフレクラン改めコットンの西村くんと、おう、で3人目柴田さん。なるほど、いや、うん、光栄ですね。うん、申し訳ない、なんか本当に毎回思うけど、柴田さんとの会話って本当に中身ないよね。マジ薄っぺらいと思わない聞きたいことも大してないんだよね、そんでいやいや、何なんだろうね、あの2人で飯食ってる時は、うん、こんなことはないんだけどね、うん、なぜかオンエア上だとめっちゃ薄っぺらいよね。そうなんだよね。そうなんだよね、なんかね、うん、なんだろうね、うん、いや俺だけじゃないよ原因は。私もあなたにもあるよ絶対。そうかな、柴田さんがさ、どうでもいい情報しかくれないから。いやいや、ふざけんな、もうちゃんと番組の情報今伝えたばかりなんだからさ、本当にどうでもいいって言うなよ。番組もだって大してなんか決まってないしさ何なのよ本当いやいやいや、でもちょっと おじちゃんね、体力的に心配ですけど、はい、頑張ってね本当。いや、うん、僕以上にですね、うん、この番組のスタッフ陣が、うん、みんなおじさんばかりでそうだよね、平均年齢が49とか50とかなんですよ。で、私はね、若手の方なんですよ、きちい実は。だから逆に心配ですよ、スタッフの皆様方が大変っすね。もう50オーバーが3人いますからね。うん、知ってると思いますが、年齢のあ、でもほらやっぱり中川部には勝也さん神がいるから。いやいやいや、 そこ出してくるなよ、うん、そこ出してくるね。簡単に薄っぺらくトークできなくなっちゃうからいや、じゃあ柴田さんはいはい、はい、もうちょっとダラダラしててもあれなんで、最後にバシッとこうリスナーにメッセージお願いしますよ。あ、これまでもね、あの支えていただいたリスナーの皆さん本当にありがとうございました。やめんの、いやいやいや、リスナー層が変わってしまうんじゃないかっていう懸念があるんですよ。そうかな、11時1時の番組とやっぱり12時5時だと。あ、まあそうかね、うん、だからもうぜひともです、うん、これまで聞いていた人も含めて、うん、もう一度ね、新たなこの時間帯のヒットヒットヒット聞いてほしいし、うん、今初めて僕の存在だ、この番組の存在した人は、うん、まあ、あの本当にせめて12時から2時までは聞いていただきたい、うん、せめて2時から5時はあの内容によっては聞いていただきたいんですが、その内容がちょっと明日はっきりしますので、それ以降皆さんに、はい、本当なんなの大丈夫ですか、ちゃんとお伝えしますので、はいはい、分かりました。じゃあ大丈夫かな、もう寝てください、はい、寝ますよ本当、子供がせやさ寝ててもちょっと怖いね、こんな大きな声で喋ってると。そうだね、あの、うん、鬼嫁に怒られちゃうからね。いや本当だよ、ね、よかったよ、せめてブスって言ってなくてよかったよ。やめなよ控えてたよ私今、さすがにそれはあ、そうスピーカーフォンじゃないから大丈夫だけど。そうだよもう、はい、ありがとうね、はい、すいません頑張ってね、はい、ということで、はい、この時間のゲスト、はい、柴田悟でした、ありがとうございました。さん付けしろよ最後までお送りしたのは柴田悟さんの音楽番組ヒットヒットヒットでリスナー投票によって決定した3月の月間ナンバーワンソングで、ナックファイブ4月のマンスリーパワープレイ、スパングルコールリリラインでエイプリルでした。そして先ほどお話があったように、投票方法が番組公式 LINE アカウントを使って行われます。リスナーのあなたからの投票を生放送中に募り、ナックファイブオリジナルの音楽チャートを作っています。一緒にナックファイブからのヒット曲を生み出しましょう。ナックファイブスペシャル、新版ナックファイブスペシャル新版、小林アナがお送りしています。さあ、ここでは新たにナックファイブファミリーとして加わるこの方からメッセージいただいてます。ナックファイブスペシャル新版、
きの皆さん、小林アナさん、こんばんは、三原ゆうきです。はじめまして。私4月から土曜日夕方毎週6時から9時の生放送の番組 N フィールドを担当させていただくことになりました。この番組はキャンプにスキー、スノーボード、国内外のメジャースポーツ、そしてエンタメ情報をリスナーさんたちとシェアしていく番組です。私の他にもう一人、毎週週替わりで男性パーソナリティが登場して、彼らには実際にいろんなことにチャレンジしてもらって、まあいろいろ起きる番組です。もう実際に汗と涙まで流すくらいの熱い番組にしたいなと思っております。し、私も今年はスポーツ観戦にハマりたいなと思ってるので、ちょっといろいろね、埼玉で見に行ったりしたいなと思っているので、リスナーの皆さんにもいろいろ教えてほしいです。参加型の番組です。 N フィールド、毎週土曜日夕方6時から始まりますので、どうぞよろしくお願いします。三原ゆうきでした。三原ゆうきさん、コメントありがとうございました。土曜日午後6時から3時間の生放送 N フィールド、スポーツ、キャンプ、ライブ、バーベキュー、スキー、スノーボードなど、あらゆるアクティビティをリスナーとシェアする番組です。ヤフージャパンとタイアップしまして、1週間に検索されたスポーツ関連のキーワードを抜粋。この1週間どんなスポーツ関連ワードが検索されたのか、日本のスポーツの今がわかるプログラムとなっております。メインパーソナリティの三原さんの他に週替わりパーソナリティが4人います。毎週様々なカラーでお送りする N フィールドとなりそうです。さあ、この N フィールドでは堀越正美さん、小笠原誠さんの埼玉県信用金庫プレゼンツラグビータウン埼玉が午後6時25分から、そして福島若菜さんの島のプレゼンツフィッシングカフェ、釣り好きが集まる語らいの場所フィッシングカフェで毎週ゲストとの釣りトークを繰り広げる20分、こちらが午後6時40分から、中島秀幸さんがお送りする埼玉トヨペットプレゼンツカーライフ&モビリティが午後7時5分からとなります。そして日曜日のサンデーライオンズ終了後は土屋レオさん、佐々木萌子ちゃんのカメレオンパーティーです。今シーズンの夜カメパ、引き続きチェックお願いします。ナックファイブスペシャル新パーン、ナックファイブスペシャル新パーン、腹立つの来ましたね自分で言うのはなんですけど小林アナがお送りしているナックファイブスペシャル新パーン、ではメッセージ紹介してまいります。今日のメッセージテーマは新しくなりましたです。では読める限りいきたいと思いますよ。ラジオネーム JC 葵、私の新しくなりましたは学校で使うものほぼ全部です。中学生になったので学生服を着ます。中学生になったのでリュックになります。中学生になったので筆記用具を新品にします。中学生になったので彼氏を新しくします。笑い、いろいろ新しくなりそうですすごくないですか。中学生になって彼氏新しくってことはもうすでにいて、そして新しくすることを決めてるっていうおませよ。もうそんな感じなのかな、みんな中学生。小学校の頃 の, その好きな人、まあ両思いみたいな感じはあったけど、彼氏っていう感じではなかったですよね。それ田舎だからな、私が。なんか、まあ、中学生になってようやく私、まあ、一応付き合って、まあ、お付き合いしましょうみたいな感じで、あの彼氏になった人はいたんですけど、結局あれですね、その他に好きな人が前にいて、そっち忘れられなくて自然消滅みたいになっちゃったんですよ。で結局その片思いの彼に4回告って4回振られたんですけどしつこい、とにかくしつこいジングルみたいに、とにかくしつこいです私いいね、でもね、楽しい。中学生になったらいろいろ楽しんでくださいね。これから楽しみだね、頑張ってくださいね。では続いてラジオネームバンバン、こんばんは。僕の新しくなったのはスーツです。ここ最近運動をしなくなり、暴飲暴食ばっかりしていたのでお腹周りが辛くなってしまいました。アナさんのようにダイエットするぞという気持ちになればいいんですが、なかなか気が向きません。何かダイエットをする気になれる一発ギャグお願いしますあ、分かった。暴飲暴食ダイエットするぞって、 OKOKOK、
暴食ばっかりしていると鬼になっちゃうぞ。マッスルマッスル。え、なんでこのメール選んだんだろう私。時間帯間違えてます。ケンちゃんだ、松木ちゃん、佐藤さんから松木ちゃったよ。何に私これ選んじゃったんだろうな、ごめんなさい。夜中のくせに悪いとこにちゃった。ちょっと深夜に向かってるから時間がね、まだ早いですね、またいてないから日をね。ラジオネーム花花。私の新しくなったことは大学の授業スタイルです。現在大学2年生なんですが、1年目はオンライン授業で学校にはほとんど行っていなかったんですが、そうだよね、今年は対面授業ばかりになったので大学に毎日通学することが新しくなったことです。これによりギリギリまで寝ることができなくなってしまったので少し辛いですが、今年度も頑張りたいです。そっか、オンラインだとギリギリまで寝てられるんですね。それがその通学時間とかになってくると変わってくるんだ。そっか、それでも大変だね、スタイルが変わるんだもんね。私の姪っ子も今、ね、なんです大学生になりまして、今年から20歳。なるのか、今年20歳になるのかかな、なんですけど、そうなんですよ。なんで最近やっとやっぱり授業復活して学校に行くことも増えてすごい楽しいって言ってて、いつの間にかなんか彼氏も作ったりしちゃって炎上してるんですね。なんかいいなってなんか思い出しちゃった、その大学の時のね、あのワクワク感とかさ、大学デビューしちゃってさ、田舎から出てきてなんか合コンとか行っちゃって楽しいなっていうね、私が浮かれちゃってさ。いいですよね、大学生活楽しんでくださいね。花花さん、ありがとうございます。皆さんどうもたくさんのメッセージありがとうございました。ラック5スペシャル新版。小林アナが夜8時からお送りしてきましたナック5スペシャル新版、いかがだったでしょうか。早いですね、あっという間だったね、ほんと早かったです。もう1時間いける。めちゃくちゃフリーウェイが待っていた、ごめんなさい。ではまずはプレゼントの当選者発表します。ナック5オリジナルリングノート、エコバッグ、そして私小林アナのサイン付きナック5ステッカーをセットにして3名様ということで、まずはラジオネームコロン、ラジオネーム桜色のモノマネ芸人、ラジオネームもちくん、以上3名様おめでとうございます。発送に少しお時間いただきますのでゆっくりと待っていてください。そして私小林アナですけれども、毎週月曜日深夜1時からラジアナ担当しておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。あとこっそり YouTube やってるんですけど、今1300人ぐらいかな登録者がですね、全然伸びないんですよ、なんでよかったらそっちもぜひともチェックしてください。私が体鍛えてる映像ばっかり流れてますけれども、興味がある方はぜひぜひご覧いただければと思います。いや本当にあっという間でしたけど、私がやっぱりごめんなさい、本当に個人的なことで申し訳ないんですけど、今日の一番やっぱり中川大志さん中川大志さんがずっと聞いててくれてて、小林アナって呼びかけてくれたこと泣かないですよさすがに。やばくないですか、もう特番で泣き出したらもうどこでもかしこも泣いちゃうっていう、やばいですよ、もうそれも年かなってなっちゃうんでね。はい、なんで引き続き小林アナとそしてナック5とよろしくお願いいたします皆さん。はい、ということで新番組もね盛りだくさんですから、本当に楽しみに待っていてください皆さん。ではそろそろお時間ですね。ナック5スペシャル新版、私小林アナがお届けしました。